アグスタウェストランド O101 アグスタウェストランド O101 アグスタウェストランド O101 はイギリスのウェストランド社とイタリアのアグスタ社が共同開発した汎用ヘリコプターである。両社は2000年に合併し、現在はアグスタウェストランド社が販売と製造を請け負っている。イギリスにおける愛称は誇張原望を意味するマーリン、マーラン。 ポルトガルとデンマークでもこの相性が採用されている。大量の機材と、長大な航続距離を求めた結果、3発のエンジンと、巨大な床下燃料タンクを搭載する大型機となったが、オプションのテールブーム及びメインローターを折りたたみ、機構によって関西機としの運用を可能としている。またシーキングの後継機として開発されたため、機体の寸法、重量はシーキングに合わせて設計され、 胴体は、大型化しながらもメインローターも含めた全長は、シーキング同じ22メートル級に収まっている。巨大な機内空間は左面にステップ付きドア、上にスライド式、カーゴドアを備え、民間輸送型で30人、軍用輸送型で、兵員24人分の座席を備える。後部にランプドアを装備することも可能であり、ランプドア搭載機は、 後部胴体の形状が異なるため対戦型とは容易に識別できる。5枚のメインローターはウエストランド社がリンクスで取り組んだバーップブレードを採用し特徴的な外見を備えている。エンジンはイギリス向けの機体はロールスロイスチュルボメカ RTM320 にを搭載するがイタリア向けではゼネラルエレクトリック T700T6A1 が搭載される。 対戦型は、対戦魚雷のほか対艦ミサイルの搭載も可能である。輸送型は3 0ログラムまでの貨物を機内に搭載することができ、5 4 4グラムまでの貨物を吊り下げ輸送することもできる。紹介ヘリコプターとして、イギリス海軍で44機が発注された。当初は、マーリンハズ -1 と命名されたが、すぐ、マーリン HM-1。 マーラン HMMK-1 に変更された。1997年5月17日にイギリス海軍へ納入され、2000年6月2日に運用が開始された。コーンウールのナズカルドローズに4個飛行隊が編成された。23型フリゲートやインビンシブル級軽空母をはじめ、イギリス海軍の艦艇で作戦行動に従事した。 2004年にテールローターの破損で事故を起こし、運用が中止された。その後、テールローターハブに製造欠陥が確認され、翌年に運用が再開された。カリブ海では、麻薬取締りやハリケーンの救済活動を行い、テリック作戦、イラク戦争に揚陸ヘリー空母、オーシャンともに参加した。輸送機として、イギリス空軍も1995年に22機を、 発注した。マーリン HC3 と命名され、2001年1月に部隊編成が行われた。HM1 との違いは、空中給油機構の装備、燃料タンクの拡張、複列車輪が採用されていることである。HC3 の初任務は、平和安定化部隊の支援であった。その後、HM1 同様に、テリック作戦にも参加した。 2007年にデンマークへ引き渡される予定であった6機を購入した。マーリン HC-3A として追加導入し、空軍参謀総長のグレントーピー大将はアフガニスタンやイラクでの運用を加速できると発言した。2014年から空軍のマーリンは全機海軍のへと移管されている。海上自衛隊では O101 を総会。 輸送ヘリコプター MCH-101 と呼称し、総回機及び輸送機として運用する。2017年3月末時点の MCH-101 の保有数は10機、機体単価は約73億円。ローター飛び部に自動折りたたみ機能を持ち、艦載機としての運用性を持たせている。また、自動飛行制御装置、AFX、能動精神装置、 ACSR といった電子機器を搭載しており、飛行性の向上と機体への負担を軽減している。2012年には、ノースロップグラマンが開発したポット式ライター、装置である空中レーダー機雷探知システム、アアン、アイスマイナス1アルムズを導入すると発表された。アルムズは、アメリカ海軍では、 メガヘルツマイナス 60S で運用される予定で、定律初期生産が開始されたばかりである。海上自衛隊では、総会機メガヘルツマイナス 53E の減生に伴う後継機として、護衛艦へ発着可能で総会具の小型化に対応した新型ヘリコプターを必要とし、2003年、平成15年予算で新総会、輸送ヘリコプーとして、初めて1機が取得された。 MCH-101 の初号機は、完成品輸入として2006年、平成18年に納入された。2号機は、川崎重工業によりノックダウン生産。3号機、以降は、ライセンス生産が行われる。2003年の防衛力整備では、MHz-53E の事故による、損耗分を含めた11機の取得が必要だと、予算要求された。 MCH-101 の最終的な調達数は10機で、2017年3月29日に最終号機が納入されたとされていたが、中期防衛力整備計画期間中に1機を追加調達することとされた。MCH-101 は、平成16年の防衛白書において、ヒューガ型ヘリコプター護衛艦に SO ヘリとして搭載、運用することが示唆されている。 また、三代目南極観測船、初代白瀬関西機の S-61A-1 の後継として、四代目南極観測船、二代目白瀬、ように CH-101 が、文部科学省予算で調達され、海上自衛隊によって運用されている。CH-101 はその任務上ごく、管地対応とされており、所定の追加装備が施されているが、 外観上の変化はわずかである。平成16年度と平成17年度に各1機、平成24年度補正予算で1機の計算機が調達された。2007年5月に CH-101 初号機がライセンス生産により川崎重工業から白瀬飛行家へ納入され、岩国基地の第11航空隊支援の下で試験と訓練を経て、 2009年10月に2代目白瀬に搭載された。白瀬配備機は効率的な航空機整備を考慮して、今後も第31整備補給隊、第111航空隊の支援を受ける。2017年8月17日14時20分ごろ、岩国基地で CH-101 機がホバリング中にバランスを崩し横転したまま墜落した。 事故で機体の一部が損傷したほか、乗員8人のうち4人が負傷した。機体は岩国基地の飛行艇用、スロープチックで、ドラム缶の機外吊り下げ訓練中だった。同年9月22日海上自衛隊は、事故原因は飛行中機体振動発生時の機長の、処置判断適切等の人的要因と推定し、機材上の要因ではなかったと発表。警視庁では、 世界で最初の民間型101を1999年により導入、大空の愛称で運用していたが、航空のように強さないとの理由で2018年6月に登録を抹消した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。